筑紫口を降りてすぐのところにですね、あ、ちょっとアナウンス、あれですね、ちょっと待ちましょうか。桜558号新大阪行きは16時11分です。着きましたホーム14番乗り場から発車いたします。小玉858号新大阪行きは16時56分同じく14番乗り場です。山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく広島です。 Attention please, we will be stopping at 広島。まあそんな感じで広島に着くところですけども、まあ都ホテル博多っていうところに今回泊まらせていただいたんですけども、博多駅の筑紫口からすぐのところにですね、結構おしゃれなホテルができてたんで、北川自身もまあ前からちょっと気になってたんですけども、まあこの度泊まらせていただきましたと。で、部屋の中も本当かなりですね、小綺麗な感じでシャレオな感じでですね、いい感じだったんですけども、はい、アメニティグッズとかも、でここがですね結構値段高かったんですけど、やっぱコロナ禍もあってだいぶ安くは泊まれた方なんですけども、まあ、それでも2万円ぐらいしたような、はい、なかなか良さげなホテルにはなってましたと。はい、なんかワイングラスとかも置いてあったりとかでいい感じ でそのホテルのとこでもいろいろ会食させて、まあ、お客さんとですね会食させていただいたりで、そのメニューなんかもすごくおしゃれだったなっていうところと、まあ、ステーキ、はい、美味しかったって感じなんですけども、まあ、それとですね、昨日ですかね、ソシオエステの江藤さんとですね、ソシオエステの江藤さん、あの以前に令和の虎で北川が出演させていただいた回で志願された方でしたけども、あの、まあ、その方とですね今回お会いさせていただいて、まあ、江藤さんがあの佐賀の方だったんで、まあ、あの北側のちょっと予定に合わせてですね、あの福岡まで来ていただいて、はい、あのミーティングをいろいろさせていただきましたと。でやっぱりですね、あの北側自身も以前上げさせた動画でもソシオエステは事業化できるんじゃないかみたいな話をさせていただいてましたけども、まあ、やっぱりですねかなり事業化できそうな流れになりそうだっていうことで、まあ、これですね、まあ、このソシオエッセイのためにまた1本別で動画を撮ろうかと思ってるんで、もろもろ詳細は追って、はい、報告させていただけたらなっていうふうに思ってますと。これもかなりの事業になるかもしれない、はい、これからちょっと北川自身も全力で支援させてもらえたらいいかなっていうふうに思ってますと。はい、ということで、本題に入りますけども、あ、ちょうど今広島に着きました。はい、中小企業が選ばれる理由を、語らせていただきますと。でこれは中小企業がっていうふうに書かせていただいてますけども、あの中小企業と大企業で、まあ、言ったらあの選ばれる理由、選ばれ方っていうのがやっぱ違うんですよね。戦略を分けるべきだっていうことです。で皆さん、まあ、大部分がですね、あの会社経営されてる方のほとんど大多数が中小企業なわけですけども、大企業の数ですね、まあ、言ったら店舗数が多かったりとか、あの結構目立ってしまうので、あの大企業の真似をしようっていう中小企業の方、まあ、意外と多いんですけども、まあ、中小企業は中小企業なりの戦略を、取るべきだということですね。はい、まあ、中小企業と違って大企業は、まあ、横並びの商品で勝負ができるっていうことがあるんですよね。でそれはあの大企業だからこそ、あの家賃が高いところでも要は出店することができるので、そういった近い場所で出店ができる、近いからとか、あとは大量生産ができるので安い商品が提供できるとかですね、または広告をいっぱい打つことができるので、まあ言ったらよく知ってるからっていうような理由で選ばれやすいと、近いとか安いとか知ってるからっていうような理由で、選ばれることってよくあるかと思うんですね。これは大企業に関しては。で中小企業は同じようなあの戦略を取ると、まあ、なかなかですね、あのそういった同じようなことが真似しにくいかと思うんですけども、うん、まあ、仮にですね、あの中小企業があの横並びの商品を扱うと、まあ、大企業との競争をしないといけない、それもあの価格競争をしないといけないということと、あと、まあ、お願い営業して自利品経営をしないとなかなか、まあ、成り立たないと、まあ、そもそも自利品経営なんで、もういつも苦しい状態が強いられてしまうということがよくあるかと思うんですね。関わらせてもらうあの意義なりですね、まあ、ありがたさというのを感じている今日この頃ですということで、はい、まあ、新幹線乗りながら、はい、ちょっと短い動画になってるかもしれないんですけども、はい、まあ、